この時間は、ホロレンズ2と Azure スペシャルアンカーというこの2つをご紹介していきたいと思います。えー、スピーカー2人で進めていきたいと思います。えー、私日本マイクロソフトで ホロレンズをはじめ新しいこういったデバイスとかクラウドのテクノロジーを担当しています、鈴木と申します。えー、マイクロソフトの他にですね上智大学で、えー、AI の授業を持つ講師をさせていただいたりあと京都の方の花園中学高等学校の、まあ、高校の方で 高校生ゼミを持っているんですけどここのアドバイザーをさせていただいたりしています、まあ、こういう新しい技術担当してますので今日もホロレンズだけじゃなくて iPhone とかいろんなデバイスを使いながら皆さんに活用していただける技術をご紹介できればと思っておりますそしてもう1名ですねホロレンズ1の頃からデモをいろいろとお手伝いしていただいてます有野さんに今日もホロレンズ2デモを担当していただきたいと思います はい、ご紹介いただきました、えー。声優ベストカラーゲニストの有野育と申します。皆さん、おはようございます。おはよとうございます。朝一から元気な声、ありがとうございます。なんでベストカラーゲニストがここにってなるんですけれども、僕が、まあ朝一ですからね。はい。なんですが、私、XR 界隈が もうデバイスもコンテンツもとにかく大好きで VR でいうと DK2 の頃からあの楽しんで遊んでいたんですが何せ初心者なので私視点の質問とかをしていきたいと思いますあと途中でデモがいくつかあるんですよすで、まあね、にこちらに例のものが置いてありますがこのホロレンズ2を使ったデモアシスタントなどをやっていきますのでよろしくお願いいたします はい、よろしくお願いします。あの朝一のセッションなんでいろいろありますね。あ、マイクに変わったんですね。あ,あのハンドマイクで頑張ります。はい。はい。はいえー、で今日皆さんにあのー、まあ、新しいものいろいろ見ていただくんですけど、はい。ぜひですねあの写真撮っていただいて大丈夫です。で、ホロレンズ2実はですねマイクロソフトのイベント以外でこうステージでデモするの初めてなんですよ。お。 でまあ、まだあの発売前の機種なので何があるかかわらないです<お>皆さんの温かい、うん、デモが動かなくてもざわざわしないしない、うん、皆さんの温かい気持ちで成功しますんで、はい、頼みますよあの何が起きてもざわついたりしないでくださいね。皆さんあのお写真撮っていただいていいんですけどカシャカシャ鳴ると。 あの周りの方に非常に迷惑なのでぜひマイクロソフト PIX カメラこれはあの無音カメラになりますのでぴったり iPhone 使っている方はインストールを <laughs> してください。はいまあ、これじゃなくてもいいんですけどねの、はい、音の出ない感じでお写真はぜひお願いします、うんはい、じゃあ早速進めていきたいと思います。 えー、今日の内容なんですけれどタイトルにもあります通り「ホロレンズ2」まあ、新しく2019年今年出てきますのでどこが新しくなったのか。 この辺りををですす。ね、デモを交えながらご紹介していいいきたいと思いますそして Azure スペシャルアンカー名前の通り弊社のクラウドの Azure の中に含まれる1つのサービスなんですけれどホロレンズ2とかあるいはさまざまなデバイスの AR の機能と組み合わせて使っていただくと非常に効果的なのでこちらもですね、ご紹介していきたいと思いますそしてタイトルの中に「現実とデジタルの融合」ってありますけれど、まあ、この 現実とデジタルの融合って何なのかそしてホロレンズ2これをビジネス業務の中で使っていくためのビジネスアプリどんなものがあってどういうものが作れるのかこの辺りもですねご紹介していきたいと思います、はい、では早速始めていきたいと思います、はい、じゃあ有野さん後ほどデモの時にまたお願いしますはいよろしくお願いします、はいえー、皆さん普段、ま、パソコンとかススマートデバイス 活用されてると思うんですよねあの PC であれば非常にこうハイスペックなものから、えー、授業とか業務で使えるようなものまでありますしスマートデバイスはもういつでもどこでもネットワークにさえつながれば手軽に活用できる、まあ、こんなさまざまなコンピューティングプラットフォームがもう特別な環境ではなくて日常的に使える状態になってきました。そして私たちマイクロソフトが次の 世代のコンピューティングプラットフォームとして考えているのがミクスドリアリティの技術ですこれ PC からスマートデバイスになった時にどっちか一択ではないですよね皆さん用途に合わせて使い分けていらっしゃると思います特に Unite 開発者の方も多く参加されていたりデザイナーの方も参加されていると思うのでまあ PC とか Mac 使いながらスマートデバイス活用されていると思います 将来的にこれがさらに例えば現場で作業をするときにはホロレンズのようなミックスドリアリティのデバイスも活用しながらさまざまなデバイスの一つの選択肢としてこのミックスドリアリティの技術を搭載したデバイスというのが使える時代になってくるんじゃないかと思います。 まあ、ミックスドリアリティっていうとイコールホロレンズっていう印象が強いかもしれないんですけれど、まあ、私たちどちらかというとミックスドリアリティーはまあ概念的なものだと思っていましてスマートデバイス、まあ、例えばスマートフォンの AR 機能であったり VR のヘッドセットであったりこの中の1つのデバイスの選択肢としてホロレンズが存在しています。今 AR も AR キットも AR コアもこう空間をスキャンしてその中にアンカーを打つってできるようになってますし VR のデバイスもインサイドアウトのカメラついてますよね現実空間スキャンできるようになっていますなので,広い,目であの広い目で見ていくと AR とか VR もこのミックスドリアリティと同じように現実世界をデータ化してデジタルの世界と融合していく、まあ、おそらく将来的にこれがより 近くなっていくんじゃないかと思っていますでその中でマイクロソフトはこのミックスドリアリティをより皆さんに活用していただくためにハードウェアを作っていますホロレンズ2であったり日本でまだ発売予定ないですけれど Azure Kinect DK であったりこういったハードウェアを作っていますそしてこのデバイスをより活用していただくために開発者の皆さんに向けて ミックスドリアリティのアプリケーションを開発するためのサービスや開発ツールキットをご提供させていただいていますさらに開発をしなくてもすぐに使い始めることができるようにビジネスアプリケーションという形でもうマイクロソフトがアプリケーションにした状態のものもご提供させていただいていますそして先ほども申し上げたようにこのミックスドリアリティホロレンズ専用ではありませんのでこのアプリケーションは マイクロソフトが出すだけではなくてパートナーの皆さんが開発をしてそしてマイクロソフト、Microsoft、のパートナープログラムの中でご提供いただくこともできますしホロレンズ以外にスマートデバイス、まあ、AR コアとか AR キットを搭載したスマートフォンでも使うことができるように SDK やクラウドのサービスというのは作られています。さあ今日はです、ね、この中中ででまず2ですね、まあ、先ほどからステージ中央に 置いてありますけれど、えー、どこが新しくなったのか解説していきたいと思います。じゃあ阿利さんちょっと準備の方お願いします。はい、フォロネンズ2大きく分けると3つ進化したポイントがあります。快適性の向上なんですけれど、はい、まあ1の頃から、えー、2に進化をしたときにこうさまざまな国の さまざまな方の頭の形状、まあ、皆さん違いますよね、やっぱり頭の形や大きさ、なので、さまざまなデータをスキャンをして最適な状態でフィットをするように設計をされています、設有野さんは、ホロレンズ1の頃からデモしていただいてるじゃないですか、はい、はい、2になってどうですか、かけた感じは。 1あの1の頃は無意識にこう手で押さえてしまうことがあったんですけど2だと全然それがなくてあと何ですかねあの前にずり落ちてくるとかそういったことがなくてすすすごい快適ででそうなんですよねあの1のの頃と2の頃で一番大きく変わったのはですね1のの頃って基本的に前にすべてのデバイスが搭載されていますのでこう前方に重さがかかっていて。 ずり落ちてくるまでいかなくてもやっぱりちょっと不安定なのでどうしても手で無意識に支えてしまうということがあったんですけれど2はこの前後の重量配分が非常にこう最適に配分されていますので、まあ、自然な形でかけていただくことができるようになっています。そしてかけけた状態でででレンズ部分だけ上ににフリップアッププアををすするるることができるので、まあ、例えば何か作業をする時に すぐに現実世界に戻ってでまたミックスドリアリティの世界に行ってこの行き来がより手軽にできるようになっています。さあそして進化の2点目没入感なんですけれど、まあ、VR の端末と違ってこう高い没入感を求めるデバイスではないんです,、ね、ではないんですけれどやっぱり視野角って重要だと思うんですよね。 フォロレンズ1ン体験したことある方はおそらくこの1の視野角の、えー、サイズちょっと気になった方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。2になって視野角は対角線で2倍広くなりましたで縦横比も変わって少し縦が長くなりましたのでかけていて自然に、えー、映像が見えてくるような視野角になっています。 VR の端末と比べるとまだまだ視野角広くはないんですけれどただ先ほども申し上げたように高い没入感を求めるデバイスではありませんのでどちらかというと現実世界の中でより自然に映像を見ることができるこの視野角に最適化されていますそして見るだけではなくて当然操作もしていかなければならないですけれどこの操作が大きく変わったんですね ちょっとここはですね、デモをしながら見ていきたいと思いますので、えー、じゃあちょっと有野さんの方にちょっと一度私も移動しますね。これでどうですかね。こんな感じかな。はい、今あのスライダーを動かしたり、ちょっとボタンもじゃ押してみてもらってもいいですか。 でこう有野さんの手の位置になんかこう指のマークみたいなの見えますかね。これがホロレンズが手の位置だと認識をしている座標です。でじゃあ奥のキューブもちょっと動かしてみましょうか。はい、はいはいまあ、ホロレンズ1の頃だと視線を送ってそして 指の動きエアタップやタップアンドホールドといったジェスチャーで操作をしていたのがホロレンズ2になると指そのものもを認識しています、えー、両手の指10本関節の位置と向き50箇所認識していますので空間の中でより自然なものの操作ができるようになってきます。はい そしてもう一つですね、新しくなった機能があります、えー、内側に赤外線カメラがついていて目の動きを認識させることができますこのアイトラッキングの機能を使って操作をしたりそして赤外線カメラなので Windows に標準搭載されている WindowsHello の機能を使った生体認証を行うことができます。えー、アイトラッキングはででで、で、すすね、ちちょょっっっとと事前にビデオで撮ててきてありますのでちょっとこれで ご説明させていただきたいと思うんですけれど今あの有野さんがアプリの中ではこのウィンドウを見てるんですね目線を送って文章を読んでいくと自動的にスクロールをしていきます上の方を見ると今度は上にスクロールが戻っていくんですねホロレンズの中のカメラでどの位置を見ているのかが分かりますので見ている位置に合わせて自動的にスクロールをしていくということができるようになっています、はいえー、そして、 進化した3つ目価値創造時間の短縮なんですけれど、まあ、ホロレンズ21の頃にデバイスがあってもやっぱりアプリを作らないと何もできないというのだとまだまだだ活用しきれないと思うんですねストアに行けば膨大にアプリケーションがあるようなスマートフォンとまだ違いますのでホロレンズっていうデバイスがあるこれに対してどういう活用の仕方ができるのか。 これをマイクロソフトの方で基本的なよく使われる用途のアプリケーションをご用意させていただいていますで今日はですね、このビジネスアプリケーションの中からいくつかご紹介させていただきたいんですけれど、はい、じゃあちょっとデモの準備をしましょうか栃木、えー、有野さんまたフォローレンズ一旦借りてもいいですか、はいえー、まずですね、デモでやっていきたいのは 遠隔地からの作業支援ですねホロレンズをかけている方が現場にいてそして離れたところにいる方、まあ、私が例えば、えー、事務所にいて PC を見ているとしますとこの遠隔地の方から私がホロレンズ経由で通信を受けて遠隔地から作業指示をしていくこんなシーンをですねちょっとデモでやってみたいと思います。有野さんじゃあ私を呼び出しててももらってもいいですか、はい 今画面に表示をしているのはオフィス365の Teams ってアプリケーションなんですね、えー、有野さんから呼び出しが来ましたので応答してみたいいと思います、はい、ちょっと同じ部屋なんでミュートにしておきますね今画面に映っているのは有野さんがかけているののカメラの映像ですで真ん中に今ウィンドウを指でつまんでますけれどこれは私の PC のカメラの映像です。 なので現場にいる方は、まあ、私の映像を見ながらあと耳元にスピーカーついていますので私の声を聞きながら、えー、コミュニケーションをすることができます私の方は現場にいる方が見ているのと非常に近い映像を見ることができますそしてこの見ている空間の中に直接指示を出すことができるんですねじゃあ例えば有野さんこのこの辺 まあ2か所ぐらい矢印を打ちましたけれどはい,はいえ矢印の位置確認できますかねはいはいまあこんな感じで空間に直接指示を出すことができますこれはホロレンズのアプリケーションでマイクロソフトが提供しているダイナミクス365リモートアシストというアプリケーションなんですけれどじゃあ有野さん一回立ってもらっていいですかこのリモートアシストをえこのまま アプリとしてて使っていただ、くこともでできるんですねただこのリモートアシスト便利なところはこのアプリケーションから別のアプリケーションを起動することができます。じゃあ有野さん、一旦ホーム画面を表示してください。はい、はい、そしてテーブルの上にアプリケーションのウィンドウがありますんで、えー、もう一回ホーム画面に。 でテーブルの上にアプリケーションのウィンドウがありますのでこのアプリケーションを起動してみましょうか今、はい、リモートアシストの通信は続いていてます遠隔地にいる私は現場の方が起動したアプリケーションの映像を見ることができますなので例えばカスタムで開発されたアプリケーションの映像を遠隔地にいる方に送るということができます。ああれから揚げがいいっぱいあるんですけど 唐揚げ、はい、そこら中に唐揚げが、そこら中に唐揚げがいっぱいあります、だいぶ食い散らかした感じになっちゃってるんで、ちょっとじゃあテーブルの上に集めていきましょうか。わかりました。すごい皆さんの頭上に非常に唐揚げが、Unity で開発したホロレンズのミックスドリアリティツールキットで作ったアプリケーションなんですけれど、これマイクロソフト製のアプリじゃないんですよね。カスタムで作ったアプリケーションに。 リモートトアシスのののような遠隔地とと通信機能を搭載したのと同じようなことができますこの遠隔地との通信っていうニーズって非常に多いと思うんですけれどこの部分を一から開発しようと思うと当然開発手間がかかると思うんですねなのでその部分はリモートアシストに任せてしまって皆さんが開発したアプリケーションの中にこの遠隔地とのコミュニケーション機能を加えていただくということができます。 でっかい唐揚げになりましたね <laughs>。楽しすぎるんですけど、<laughs> 美味しい。じあの唐揚げ集めておいていただいて、じゃあその間に皆さんには解説を進めていきましょう。はい。はい はい、今ご覧いただいたアプリケーションダイナミック365リモートアシストというアプリケーションで、まあ、遠隔地とホロレンズの映像と PC をつなぐことができますで今までは PC とホロレンズ1対1だったんですけれど、えー、先日アップデートがかかりまして他拠点での接続に対応するようになりましたそしてもう一つですねまだプレビュー中なんですけれど Android 向けのダイナミクス365リモートアシストモバイルというアプリケーションの提供も始まっていますなのでこのリモートアシストの機能をバックエンドの通信機能として独自のアプリを開発していただくということもできますそしてこのリモートアシストもう一つですねホロレンズ版は別のアプリケーションから直接リモートアシストの呼び出しを行うことができます、まあ、今例として 書かせてていいただいてますけどビデオ通話をする場合と音声通話のみの場合どちらも可能なんですけれど AzureAD に登録されているコンタクト先、まあ、例えば私のアカウントのコンタクト ID を直接指定していただければ独自に開発したアプリケーションの中からリモートアシストのアプリケーションのウィンドウを介さずに直接通信を,して通信を開始していただくことができるようになっています。 なのでリモートアシストはリモートアシストというアプリケーション単体で活用していただくこともできますし開発者の皆さんでしたらこのリモートアシストの機能をうまく活用したアプリケーションを開発していただくこんなこともできますのでぜひここはですねあの開発者の方今日ご参加されていたら覚えておいてください、はいえー、今ちょっと開発の話になりましたので次はですね ミックスドリアリティのアプリケーションを開発するためのサービスいくつかご紹介していきたいと思います。で、ミックスドリアリティツールキット、まあこれホロレンズ1の頃からホロレンズのアプリを開発するための SDK としてあったものが先日バージョン2リリースしまして今2.0.0というバージョンで動いています。で、 ミックスドリアリティツールキットの V2 でホロレンズ1のアプリも2のアプリも作ることができますしここから Unity であったりそれからネイティブの開発環境 C でも書けますでアンリアルにも対応しますのでさまざまな開発プラットフォームでホロレンズ向けのアプリケーションを作ることができるようになっています。そして ホロレンズ単体ではなくて例えば iPhone とか iPad、Android こういったさまざまなデバイス間で空間を使ったアプリケーションをうまくデータを共有しながら空間を共有しながら作りたいこんな用途のために Azure スペシャルアンカーとそして今まだクローズドのベータ中なんですけれど Azure リモートレンダリングというサービスが提供されています。 で今日はですね Azure Special Anchor 少しご紹介していきたいと思うんですけれど Azure Special Anchor 何ができるのかと言いますとホロレンズと iPhoneiPadAndroid このさまざまなデバイス間で空間を共有してごめ、えー、んなさい空間の中に打ったアンカーの情報を共有して複数のユーザーで コンテンツを共有することができます。先ほど有野さんがボタンの操作をしていました。けれど、あれはホロレンズの中にあのアプリケーションが作ってあるんですね。そのアプリケーションと私が持っていた iphone の中のアプリケーションで、空間の中のアンカーを共有して、映像を iphone 経由でスクリーンに表示していました。iphone の方にはですね。あのアプリケーションの ui は作っていないんですけれど、ホロレンズからあの ui を、えー、アンカーが。 打ってある位置に共有をしてスクリーンアウトをするという仕組みにしていました。なのでデバイスに関わらずマルチユーザーでコンテンツを共有して、えー、共有していくことができるようになっています。そしてこのアンカーはデバイスの中ではなくてクラウドに保存することができますので永続的に保持していくことができます。さらにこのアンカー同士リレーションを貼ることができますのでこれを使って 例えば行き先案内とか道案内とかこういうウェイファインディングに使っていただくこともできます空間の中にこうタップトゥブレスアンカーを置くと、はい、置かれますそして周りの空間をスキャンするんですね、まあ、これ今はスマートフォンでやってますので AR キットとか AR コアの空間スキャンを使ってスキャンしたデータをクラウドに保存します ポールレンズの場合にはもともと空間の情報を持っていますのでアンカーを打ったら空間の情報を合わせてクラウドに保存します次にデバイスが来た時に同じ空間であれば一致しているアンカーの位置にまたコンテンツを表示してくるとこれ外でやるとこんな感じですね同じ場所にずっとアンカーを持ち続けていますので、まあ、誰が来てもスマホのアプリ起動するとこの位置にこの広告が立っているとこんなことができるようになります。 でこれをマイクロソフトはですね、ちょっとアプリケーションの中に組み込んでいました。ちょっとこれもデモでやっていきたいと思うんですけれど、じゃあまた有野さんお手伝いをお願いしてもいいですか。はい、先日 E3 というゲームのイベントで、えー、E3 の中でも多分デモをされていたと思うんですけれど、マインクラフトアースですね。マインクラフトアースはこの Azure Special Anchor の機能を使って で空間の中でアンカーを共有しながらゲームができるようになっています。じゃあお願いします、はい、今、アプリ起動中ですね、はいはい、で今マインクラフトアースの画面でじゃあ有野さん、そこにプレートを置いてみてください。で今から空間をスキャンしてアンカーを打つんですね。 ちょっとこれアプリの起動に少し時間がかかってしまうんですけれどあの普段 AR キットとか AR コアのアプリ開発されている方今床面がキラキラ光ってるの分かりますかね。これ AR キットの機能を使って床の面を認識していて真ん中のプラスの位置にアンカーを打とうとしています。じゃあ置いいててみてください はい、床の面分かってますのでちゃんと床の面にポチッと置いてくれますね、まあ、これでもう1台スマートフォンがあれば同じアンカーを共有して2人で同じ空間の中に入ってゲームをプレイするということもできます、まあ、これゲームだけじゃなくて例えば業務アプリケーションでしたらフォロレンズをかけてる方と iPad を持ってる方で空間の中で 3D 映像を共有しながら例えばデザインのレビューをしたり 離れたところにいる方同士でそれぞれの部屋にアンカーを打ってそのアンカーからの相対位置を使って別々の場所にいながらも同じデザインを確認をしたりこんな用途でも活用していくことができると思います。はい、ここれれ有野さん遊び出ししちゃううと長いいののでで楽そすねこれまだあの ベータ中なので、まあ、これでぜひ提供されたらです、ね、皆さんで遊びたいですね。はい、じゃあのスライドの方に画面を戻してください。Azure スペシャルアンカーなんですけれど先ほど申し上げたとおりホロレンズ専用ではなくて様々なデバイスに対応しています。ホロレンズと、えー、AR キット対応の iOS デバイスそして AR コア対応の Android デバイスで動きますので。 デバイスを問わずですね、活用していただくことができるよううになってて、いいまます。す。そして、えー、ありがとうございます、はいえー、先ほどもお話ししましたミクストリアリティツールキット新しいバージョンになっているんですけれどちょっと見てみましょうかね。 はいえー、今 GitHub でミックスリアリティツールキットのページ開いてますけれどあの1の頃と同じで、えー、チュートリアル用意されていますでサンプルアプリケーションもありますので、まあ、基本的にここを見ていただくのが分かりやすいと思うんですけれど今日全部はご紹介できていないんですがあのユーザーインターフェース、えー、ものをつまんだりスライダーを動かしたりしていましたけれど UI は 基本的にここに用意されている例えばボタンだったりスクロールバーだったりというものも使えますしこの中でプレハブとして用意されているのでこれを使って作っていただくことができますそしてです、ね、ちょっと見ていただきたかったのはここですねホロレンズのアプリケーションサンプルが用意されていて、まあ、上が先ほど使っていたようなこうユーザーインターフェースを試すアプリケーションなんですけれど。 えー、このアプリケーションをホロレンズにビルドしていただくかあるいはホロレンズのエミュレーターで動かしていただくと動作を試すことができます。で今日ちょっとビデオになっていた、えー、視線の入力ですねここも用意されていますなのでホロレンズ2、えー、今年日本で出荷が開始されたらぜひですねこのあたり、えー、参考にしていただいてアプリケーションも作っていただけたらなと思います。 でもう一つですね、よいしょ、よいしょ。はい、Azure スペシャルアンカーですね。で、Azure スペシャルアンカーは、これもあの、 フォロレンズ用でも作れるんですけれど、えー、こちらはですねフォロレンズがなくても Android と iOS だけでももしくはどちらかだけでも作ることができますただあの iOS 同士だけだと元々もともとも AR キットにも空間共有の仕組みありますし AR コアにも空間共有の仕組みあるのであの同じプラットフォーム間だけだと多分それぞれのあの。 AR の機能を使っていただいたほうがいいと思うんですけれど、まあ、デバイスをまたがって共有をしたり、まあ、いずれホロレンズに対応させたりという用途で考えるとこのスペシャルアンカーっていうのもうまく使っていただけるんじゃないかと思いますで Azure スペシャルアンカーはですね空間情報をマイクロソフトのクラウドの Azure で保持するんですけれど実はですねデータベースは必ずしもマイクロソフトのデータベースじゃなくてもいいんですね。 あのチュートリアルの中では AzureCosmosDB の中にデータを保存するように作られているんですけれどこれどこにデータを保存してもいいので規模に合わせて設計していただければと思います。例えば「マインクラフトアースのようにこう世界規模でどこにいてもプレイできるようなゲーム大規模なゲームでしたら AzureCosmosDB に入れていただければ、まあ、スケール非常に広い範囲でレプリケートさせることができますのでこう大規模なものでしたら CosmosDB 向いていますしもっと小規模に例えばコスモス DB この数人のプロジェクトの中だけで共有したいっていう場合にはもっと小規模なデータベースを使っていただくこともできます。で今日冒頭のデモで iPhone とホ o レ l ズ e n s でやっていたものこれが こちらですね、スペクテータービューというもので、まあ、ホロレンズ1の頃をご存知の方は多分その頃からスペクテータービューってあったのでご存知かもしれないんですけれど今スペクテータービュー2つのバージョンがあります。1の頃からあっったカカメメララ映像をを使ってて、えー、ホロレンズとカメラを組み合わせて 映像を取得するものとスペクテータービューモバイルといって今日私が使っていた iPhone とか Android とホロレンズの間で映像を共有するものこの2つのバージョンがありますで今日使ったのはスペクテータービューモバイルの方なんですけれど今見ていただいたようにこうホロレンズの中の動きとホロレンズの中での手の座標これを iPhone 側からも取得できますのでアプリケーションとしては映像をこの中に表示をして手の動きもその中に合わせて表示をしてあげることができます。でこのスペクテータービューモバイルの中で使われているのが今2つご紹介させていただいたミックスドリアリティツールキットと Azure スペシャルアンカーこれがスペクテータービューモバイルの中で使われています。なのでスペクーータービューって 仕組みとしてはホロレンズの映像を iPhone とか Android 経由でスクリーンに表示するっていう目的で作られたアプリケーションなんですけれどこの仕組みはですねホロレンズと他のデバイスで映像を共有するっていう用途に非常に活用できるのでおすすめとしてはですね アジュールスペシャルアンカーの中のチュートリアル、一通り見ていただいて作り方が分かったらこのスペクテータービュー参考にしていただいてこのの中サンンププルアリケーショがありますこの中のサンプルアプリケーションがありますこの中のサンプルを参考にしていただくとちょっとより実践的なアプリが作れると思います。 でこの中では今日私が使ったのは上のビルド2019デモという方なんですけれどこれどちらもですねスマートフォロレンズと iPhone かフォロレンズと Android で映像を共有してフォロレンズ側の入力も、えー、スマートデバイス側に表示をしてというサンプルになっていますので、まあ、おすすめとしてはですねこの ミックスドリアリティツールキットの基本的な使い方と Azure スペシャルアンカーどんなことができるのかとこの2つを見ていただいたらホロレンズのアプリ作る作らないにかかわらずぜひです、ね、このスペクテータービューこのサンプルを見ていただけるとより実践的な活用の仕方っていうのがイメージしていただきやすいんじゃないかなと思います。ははい、えー、今日はです、ね、ここまで ホロレンズ2、あのー、初めての紹介だったのでちょっといろいろと、えー、アプリ起動し直したりしていましたけれど、まあ、今年、日本にも来ますのでぜひですねホロレンズ2が来たら皆さんの中でこう活用の仕方なんかを検討していただきたいなと思いますそしてデバイスだけではなくてさまざまなサービスとかアプリケーション提供させていただきますので 今日お話しさせていただいたスペシャルアンカーと今後出てきますリモートレンダリングこの2つうまく組み合わせていただくとホロレンズだけではなくてスマートデバイスと連携したアプリケーションというのが作れますのでやっぱりあのホロレンズ現場で働いている方1人1台にまだまだならないと思うんですね。ただ逆にススマートデバイスは 例えばスマートフォンとかタブレットは現場の方たち今、かなり使い始めていると思いますなのでこの2つをうまく活用するアプリケーションというのがこのスペーシャルアンカーとかリモートレンダリングを使うと作れるようになってきますので今後、おそらくこういう用途現場の方たちに非常に広がっていくと思いますので今日、開発者の皆さん参加されていたらですねぜひここの開発技術というのは注目をしていただきたいなと思います。 そしてビジネスアプリケーション、今日はこの中でリモートアシストというアプリケーションをご紹介させていたただきました遠,隔地と遠隔地にいるホロレンズと PC をつないで離れた場所から遠隔地にいる方に指示を出すこんなシーンをご紹介させていただきましたけれどリモートアシストは先ほども申し上げたようにアプリケーションの中に組み込んでリモートアシストを直接呼び出すことができます。ので ぜひここも開発者の皆さんいらっしゃったら遠隔地との通信機能一から開発するよりもおそらくリモートアシストを活用していただいた方がより効率よくアプリ開発ができますので,でまあリモートアシストで実装していただいてもっとカスタムの機能が必要だよってなった時にはその部分を開発していただくこともできると思いますのでぜひリモートアシストとの連携というのはあの注目をしていただければと思います。その他にもですね 365外図名前の通り作業のガイドをするアプリケーションなんですけれどホロレンズ現場で使用する用途としてはトレーニングというのは非常に多く出てきますガイズを使っていただくとホロレンズを使って基本的なトレーニングはできるんですねただカスタマイズ性はあまりありません 基本的なこう作業の流れで分岐をしないものは外図でおそらく大体の作業は賄えると思いますただ何か条件によって判断させるとかあるいは AI を組み込んで映像を見ながら自動的に次に何をすればいいか判断させるあるいはかけている方にアドバイスをするこんなアプリケーションを作るこんなアプリケーションが必要になった場合にはちょっと外図では足りないんですね。その時に Azure スペシャルアンカーを使っていただくと、ガイズと同じように空間の中にアンカーは保持できますので、そして、Azure スペシャルアンカーはマーカーや QR コードも使えますので、ガイズのようなアプリケーションを皆さんがカスタムで開発をしていく、まあ、こんなことも可能になると思います。 なのでこのでこイズはマイクロソフトがより手軽に活用していただけるすぐに使っていただけるようにサービスとしてご提供していますけれど、まあ、これだけではなくてこれを皆さん自身が同じようなものを作ることもできるんだよっていうのもですねちょっとイメージしておいていただければと思います。ははははい、えー、ででですね有野さん、今日はマイクロソフトのイベント以外初めて2を デモしていただいたんですけど、はい、どうでしたか実際こうかけてみてやっぱりつけ心地がすごいいいなって思いましたあとボタンが本当にここにあって腕で押す感覚それが本当にリアリティがあってびっくりしました、はい、これちょっとあの皆さんに音が聞こえないのであれなんですけどボタンを押すとちゃんとボンゴボンゴって言って聞こえます押した感覚があるんですよねであと、はい、映像も変化をするのの、で、実はあの 空間にあるボタンなので押した感触は当然手には返ってこないんですけれど映像と音声を使って,映像と音を使って押した感覚、まあ、ちょっとあの感覚的にはちょっと重いボタンを押しているような雰囲気になっているんですねこの映像と音を使ってものを操作している感覚を作るというのもホロレンズの中では非常に多く行われていますのでこれからいろんなアプリケーション出てくると思いますのでぜひ 注目をしていいきたいですねはい、はいはい、それではお時間になりましたので、えー、私たちのプレゼンテーションをここまでにしたいと思います日あの,今日あの冒頭でアナウンスも流れましたけれど今日使った資料はウェブでも公開されますので、えー、またそちらで URL とかおそらくあの画面では分かりづらかったと思いますので細かいところは資料の方もご,ご覧いただければと思います。であの今日の、えー で、申した内容は後日、私のブログの方でもあの詳しく解説をしていきますので、またそちらもご覧いただければと思います。はい、それでは、えー、お時間になりましたので、私たちのプレゼンテーションをここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。